荒滝観音堂の由来。耳観音のことですね。この先にあります。はい、ということで耳観音にやってきました。この狭い道を車で通ってきましたね。で、民家が駐車場っていう、ちょっと変わってる。ここから歩いて耳観音まで行きます。穴の開いた石を持参しお参りください。穴の開いた石、これはね、これですね。穴の開いた石、蜘蛛の巣がある。これ石っていうかお金もありますよね。まあ今回はお参りじゃなくて、その場所に行ってどんなのかっていうのが、どんなのかっていうのを撮るのが目的なんでね、お参りはいいでしょう。まあ行ってみてどんな感じかですよね。あ、廃墟だ。自然崩壊。いや、のどかな場所だね、ここは。開けた。何にもない。墓が見えるぞ。あそこかなか。まだ奥か。ここはさすがに車無理だね。軽トラだったらいけるかな。耳観音50メートルか。岡田家の墓。墓だ。耳観音じゃない。耳観音はこの奥。苔だ。苔はね、雨と相性が悪い。まあでもこの階段だから、階段になってるから滑らないかな。なんとか大丈夫か。50メートルだよな。え、ここ？え、違うよな。え、ここなんだろう。
この上か。ですね。象の下に石が、穴が開いた石がたくさんありますね。開いてるもんだ。うわ、変わってるね。まあこれ1位だけじゃない気がするけど、ほらこんな石じゃないよね。ここにも石が。入り口にある穴の開いた石を持ってきて、ここに置いて参拝してくださいってことでしょ。マジで色だろ。この裏は、これは、これ何？これってさ、ポスト。ほら、これ。これ何これ？異様な光景ですね。日付とか書かれてないですね。これも穴開いてるんだよね。これも変わってるね。これは道なんか。こっちからも来れるし、こっちからも来れる。なるほどね。ここが耳観音ですね。はい。以上。